平家物語第三巻許し文み。治承二年の正月がやってきた。宮中の行事はすべて例年のごとく行われ、四日には高倉帝が院の御所においでになり、新年のお喜びを申し上げた。こうして表面はいつもながらのめでたい正月の祝賀風景が繰り広げられていたが、後白河法皇の心中は内心穏やかならぬものがあった。成親をはじめ側近の誰彼が殺されたり流されたりしたのはつい去年の夏のことである。その生々しい光景は昨日の出来事のようにまざまざと心によみがえってくる。そのことを思い出すごとに法皇の胸には清盛に対するいや平家に対する憎悪の念がいやましにひどくなってゆくのである。諸事万端物浮く祭りごともつい投げやりがちな日が続いていた。一方清盛の方でもただのクランド行綱の密告を受けてからというもの、抜かりなく法皇の周囲に対する監視を怠らなかった。表面だけ応用に構えてはいるが、どうしてどうして清盛の鋭く光る目は院の御所に向かってひときわ厳しい光を見せるのであった。正月7日突如東方の空に彗星が現れ、18日には光が一段と増した。清盛の娘で当時中宮であった慶齢門院は病床に伏していたが、秘宝妙薬の甲斐もなく病状は一向にはかばかしくなかった。国中を挙げて病気回復を祈っていたが、これがやっと妊娠のためだと分かったのである。時に天皇18歳、中宮は22歳、もちろん初産である。平家一門の喜び方は大変だった。これで王子誕生となれば万々歳じゃと、まるで王子が誕生でもしたかのように勇み立っていたし、世間でも勢いに乗っている平家のことじゃ王子誕生も間違いなかろうというのが一般の噂であった。ご懐妊の事実がはっきりしてくると、今度は前以上に国の全力を挙げて王子誕生の祈祷が行われることになった。有田家の高僧奇僧が呼び集められ、秘宝の限りを尽くすことになった。星を祭り、仏や菩薩には王子誕生のことばかりを祈願した。6月1日は岩田帯の儀式があった。仁和寺の三室、主覚発心能が三代、孔雀経の法で祈り、天台座す各界発心能も揃って祈祷した。これは返上難止の法という秘法で、体内の如字を断時に編成するものである。月が進むに従い、中宮の苦しみ方は、旗の見る目もいたわしかった。ひとたび笑えば、百尾を生ずと言われた美貌も、すっかりやつれ果て、長い黒髪をがっくり横たえては、頭を上げるのもやっとというその姿は、まさに理科一子、春雨おぶという風情であった。
心で、悪いことは悪いことが重なるもので、ただでさえ衰弱している中宮に、またしてももののけが取り付いたのである。同時にもののけを乗り移らせて占ってみると、多くの生き量死量が取り付いていたことが分かった。とりわけそのうちでも執念深いのは、去る方言の乱にさぬきに流された須徳院の霊、同じく首謀者左大臣藤原の頼長、新しいところでは新大納言成親、西光、それに機械ヶ島の流人の生き量などであった。清盛は即座に沙汰を下すと、須徳院には追号を捧げ須徳天皇とし、頼長には増官増位で太政大臣の増位をし、勅使として庄内記惟元が派遣された。その他さまざまの怨霊異舞が行われたが、このことを聞いて門脇の宰相は早速重盛を訪ねた。中宮のお産のためさまざまのお祈りをされていると聞きますが、何としても徳者に勝るものはないと思います。中でも機械ヶ島の流人をお召し寄せになったらいかがでしょうか。重盛ももっともなことだと思ったから、すぐ清盛の前にまかり出た。門脇の宰相が会うたびにいろいろお嘆きになるので気の毒なのですが、何でも近頃中宮にはもののけがお付きになったとか、中には成親卿の資料もあるとか聞いております。つきましては死んだ者の霊を慰めるためにも、生きている少々を呼び返してやるのが一番かと思います。父上、人の思いを叶えてやれば自分の願いも達するとよく申すではありませんか。人の願いを聞き届けてやれば必ず望み通り王子ご誕生間違いなしと思いますが、さすがにいつもの清盛にも似ず、重盛の言葉にいちいちうなずいていたが、言葉も柔らかく聞き返した。お前の言うところは分かった。だが俊寛と安頼はどうする。それも同じことでお許しくださるのが妥当でしょうな。一人でも残したらかえって罪作りなことと思いますが。さよう、安頼はまだよかろう。しかし俊寛は、今まで穏やかであった清盛の言葉が次第に激しい口調に変わってきた。キャツはいかん、断じていかん。あいつはわしの手で一人前にしてやったのに、それでいてシャーシャーと裏切りおった。自分の山荘に人を集めて謀反を企んだ憎い男だ。何かにつけて人を欺こうとした恩知らずだ。あの男を許すことなぞダメだ。どうあってもダメだ。これ以上解いても無駄なことだと知った重盛は、このまま黙って前を引き下がると、早速宰相にこの嬉しい知らせを告げた。どうやら少々はご赦免になりそうですよ。え、それは本当？早くも宰相は涙声であった。あの子が島に行く時も、これしきのことで、なぜ申し受けできないのかと言いたげに、私を見て泣いていた顔が忘れられないのです。それにしてもなんと嬉しいお知らせ。子は誰しも可愛いものですよ。とにかく父にはよくよく申しておきましょう。もう心配にならない方がよろしいでしょう。と重盛は慰めるのであった。機械ヶ島流人赦免のことは正式に決まり、清盛から許し文をもらった使者の一行は都を立っていった。最初はあまりの嬉しさに自分の使いも一緒に旅立たせた。夜を日に継いで急ぎの旅を続けたが、何しろ道は遠いし、
7月下旬に都を出て島に着いたのは9月の半ばを過ぎていた。足摺り大社のお使い丹左衛門の城元康とその友の者を乗せた船は目指す機械ヶ島に着いたが、降幕とした孤島の様は都より訪れた人々に恐ろしく激しい印象を与えた。船が島に着くや波に濡れた浜に一気に飛び降りた元康は大声を上げた。都から流された兵判官安頼入道丹波少将殿はおられるか。友の者もこれにわして口々に尋ねたが、しばしは波の音がこれに答えるばかりであった。というのも安頼と少将の二人は例の熊野詣に行っていたからであったが、ただ一人俊寛は小屋のほとりに寝そべったまま、一人京の町を思い、故郷の寺の山々に思いを馳せていた。人の声も稀で、耳にするのは風の音、波の音、時折島を渡る海鳥の叫びぐらいで、近頃物音に無関心になっている俊寛の耳に、海辺から人の叫び声が伝わってきたのである。愕然として身を起こした瞬間は我が耳を疑った。だが熊野詣での二人を呼ぶ島人ならざる人の声は確かに聞こえた。これは夢に違いない。寝ても覚めても今日の都のことばかり思い詰めていたための幻の声だ。悪魔が俺の心を惑わそうというのか。とても現実とは思えん、と一人わななきながらつぶやく瞬間の足は飛ぶように声のする海辺へ向かった。瞬間は走っているつもりではあったろうが、その形はほとんど倒れながら転がるにも似ていた。瞬間が使いの丹左衛門の城元康の姿を認めると、流された瞬間は私だと叫ぶのと同時であったが、彼自身うつつにあることが事実か幻か判別できぬありさまだったのである。しばらく落ち着いた瞬間の前に清盛の大許し文をしたためた許し文が差し出された。震える手つきでこれを開けた瞬間は一気に読み下した。重罪は今までの流罪によって許す。都に早く帰ることを考えよ。この度中宮の安産のお祈りによって大赦を行う。故に機械ヶ島の流人少将成常、安頼奉仕両人赦免。だが瞬間の名はどこにもなかった。目を血走らせた彼は許し文の包み紙をひったくるようにしてみた。やはり彼の名はなかった。半狂乱になって許し文を隅々まで探したが、求める二文字はなかったのである。今こそ瞬間はこれが幻であれと心の中で叫んだであろう。やがて姿を見せ、事の成り行きを承知して気色を浮かべた幸運の二人、少々奉仕の姿も瞬間には見えなかった。彼の欲したのはただ二つの文字、瞬間の名前だけであった。同情し
絶望させたのは、後の二人に縁者からの手紙、ことづけの類が山ほどあったのに、彼には全くなかったことである。夢から覚めた、いや現実から覚めた瞬間の胸には、俺の親類縁者は一人も都にいないのかという思いが湧き上がってきた。やがて、すべてに見放されたと知った瞬間の口から、絶望の声が漏れたのである。一体、この三人は同じ罪なのだ。流されたところも同じなら、罪の重さも同じはずだ。俺一人、ここに残すということはないはずなのだ。平家が思い忘れたか、許し文を書いた役人の書き間違いか、これはどういうことなのか、俺にはわからん。狂ったように泣く瞬間の両手には、浜の濡れた砂がつかまれた。渚に打ち伏したまま泣き叫ぶ姿に、誰も声が出なかった。やおらみを起こした瞬間は、丹波少将のたもとをむずと掴んで愛訴した。かつての、呆然たる面影は全くない。あるのは、都に帰りたい執念が一時に爆発した一人の男がいるだけである。瞬間がこんなありさまになったのも、あなたの父の謀反からじゃ。あなたも知らぬ顔はできぬはずじゃ。頼む、許されぬとあらば、都までとまでは言わぬ。せめてこの船で、日向か薩摩の地まで連れて行ってくれい。あなた方が島にいればこそ、時には故郷のことも伝え聞くことができた。わし一人になったら、それもできなくなるのじゃ。瞬間は少々のたもとをつかんで離さぬ。たもとが島と本土を結ぶただ一つの橋のように、彼は両手でつかんでいた。瞬間に口説かれた少々は、もともと気性の優しい人だけに涙ぐみながら、なんとかこの男に、希望を与えようとして懸命に慰めた。まことにごもっともの話と思います。我ら二人が召し返されるのは嬉しいが、あなたを見ては行くに行かれぬ気持ちです。お言葉通り船に乗せてお連れしたいが、上司の方がそれはダメじゃと、それ先ほどから繰り返して申しておられる。許されもしないのに、三人一度に島を出たと知れたならば、今度はひどいお咎めがあるかもしれぬ。今取るべきはただ一つ、私が京に帰り、人にも相談して、入道殿のご機嫌も伺って、なんとか取りなすつもりです。その上で、お迎えの人を差し上げたいと思うのです。それまで、どうかご辛抱いただきたい。たとえ今度の赦免で漏れていても、そのうち必ずお許しがあるはずです。言葉を尽くした少々の慰めも、瞬間の耳には入らなかった。何としても帰りたい一心の彼は、船に飛び乗って、今日に帰るのじゃ、と叫んだかと思うと、波打ち際に飛び降りては、潮を浴びたまま、連れて行ってくれい、と号泣するのであった。帰郷の喜びに、出発の準備も弾む少々、
法師もさすがに哀れに思わざるを得なかった。乏しい持ち物の中から二人は形見を残してやった。少々はヤグ、法師は法華経である。やがて船出の時が来た。友綱が解かれ船は押し出された。一行を乗せた船は漕ぎ出された。だが俊寛は友綱から離れなかった。綱と共に海に入った俊寛の腰から胸へと波が洗っても、彼は船と共にいた。人々の静止の声にもかかわらず、背が立たなくなれば泳いで船にすがりついた。そして血を吐くような声で皆に頼んでいた。どうしてもわしを見捨てるのか。お願いじゃ、都とは言わぬ、九州のどこへでも連れて行ってくれい。日頃の情けをかけてくだされ。俊寛の叫びに耳を覆うようにした一行は、船に取り付く彼の手を払いのけて、ようやく漕ぎ出すことができた。渚に戻ったまま打ち倒れた俊寛は、泣き叫びながら足ずりした。幼児が母親を慕って泣くように、俊寛は足を砂浜にすりつけて、わめき叫んだのである。わしを乗せてくれい。どうか連れて行ってくれい。この繰り返された叫び声は、白波を後に沖へ漕ぎ出す船をいつまでも捉えていた。立ち上がって船を探した瞬間の目は涙に曇って何も見えなかった。夢中で島の小山の頂に走った彼は、波の間に小さく消える船を見つけた。今や声も枯れ、涙も果てた瞬間は、ただ両手をいつまでも船に向かって振り続けるのだった。船が母色の海に溶けるように薄れて消えると、機械ヶ島を夜が包んだ。一人になった瞬間には、今日一日のことが幻のように思われる。抱き続けていた夢が残酷な現実となった。打ちのめされた彼のさまよう足取りは、いつしか運命の水際に来た。一人で苦しむより、むしろ思い切って死のう。海に身を投げて命を捨てようと何度も考えた彼を思いとどまらせたのは、かねてから優しい心を見せていた少々にわずかな希望を託した言葉であった。思いやりのある彼のことだ。今日に帰れば有力者も身内に多いのだから、入道にも頼み込んでくれるに違いない。そして俺も遅くとも来年には、などと夜の浜に打ち伏したまま、聖夜の中に今日への懐かしい思いをたどるのである。御三、機械ヶ島を立った丹波少将らの一行は、肥前の国、加瀬の庄に着いた。最初のりもりは使いをやって、年内は波が荒く、航海も困難であろうから、年が明けてから京に帰るがよいと言わせたので、一行は、ここで新年を迎えることにした。11月12日未明、中宮が参詣づかれた。この噂で京中は沸き立ったが、御三所の六原の池殿には、法皇が行幸されたのをはじめとして、関白殿以下、太政大臣など
感触を帯びた文武百官の一人も漏れなく思考した。これまでに女御妃のお産の時に大赦が行われたこともあったが、今度のお産の時も大赦が先例に従って行われ、多くの重罪の者も許された。こうした中で、機械島の瞬間が、ただ一人許されなかったのはお気の毒なことであった。中宮は安産の願立てを行われ、王子がお生まれになったら、八幡、平野、大原野などへ行幸になるということであった。神社は大神宮をはじめ24箇所、寺は東大寺以下20箇所で安産が祈られた。安産度胸のお使いには、中宮の侍の中でも官位のある者が選ばれ、いずれも、表門の仮絹、体験、経、御剣、御意を捧げ持ち、次々に東の太より南帝を渡り、西の中門へ静かに出ていく様は、まことに荘厳で美しかった。中宮の兄にあたる小松大臣重盛は、良いにつけ、悪いにつけ、騒ぎ立てぬ性格であったが、今度の南山の時も、大騒ぎが一段落してから、長男少将これ盛以下、子息の車を続けて御三所に送られ、御意四十重ね、銀剣七振り、馬十二頭に引かせて来られた。なお、伊勢大神宮をはじめ、秋の厳島神社など、七十箇所余りに、神馬を寄進し、宮中にも、お馬数十匹を賜った。一方、有名な寺の高僧たちは、安産のためあらゆる秘宝を動員して、最後の努力を払っていた。すなわち、仁和寺の三室主閣発信能は、孔雀の方、天台座す各界発信能は、七仏薬師の方、三井寺の円慶発信能は、金剛童子の方、その他、五大国有蔵、六観音から、普賢延命に至るまで、ありとあらゆる秘宝が行われたのである。このため、ごまの煙は、御所中にもうもうと立ち込め、古鈴の音は、地を這い、天にまで昇る始末。主法の声は、身の毛もよだつようにとどろくありさまで、これでは、どんなもののけも退散すると思われた。ところで、中宮のお産は、陣痛は続くのだが難産である。なかなかご誕生にならない。付き添っていた入道清盛や奥方は、ただ胸に手を押し当てたままおろおろするばかりで、頼りにならぬことをおびただしい。人々が伺いを立てても、どうかうまくやってくれ。良いように急いでやってくれ。と、声を震わすばかりであった。戦場ならこんな惨めな思いはしないと、後ほど人に話したが、人の親清盛の狼狽ぶりは、想像にあまりあるものがある。この御難産に、殿中でお祈りする者は、傍覚、松雲の両僧正、春行法院、豪禅、実前両僧図などで、いずれも、僧画の句などを繰り返し読み、秘宝を尽くした。
中でも法王はこの時熊の御三家の前でご精進中であったのだが、わざわざ中宮の帳の近くに座られて千寿経を声高く読経されたのであった。たとえどんな悪霊でもこの老法師がここにいる以上近づくはずはない。今ついているもののけはいずれも高音で人となったのだから、もののけに法音の心はなくともたたりをなすことができようか。悪霊どもよ、速やかに退散せよ。と言われると、今まで荒れ狂っていたもののけもしばしば静まったのである。さらに女人の難産にも心を込めて大秘事をたたえれば鬼人退散安産疑いなしと水晶の数珠を取り出して押しもむと、中宮はご安産であったばかりでなく生まれたのは王子であった。ご安産です、王子ご誕生ですぞ、と御簾の中から踊るように出てきて喜び声で高らかに告げたのは中宮の助重平卿。法皇をはじめ関白太政大臣以下の公卿たち下々に至るまでどっと喜びの声を上げた。歓声は御所から門外に、そして京の町々を包んだ。清盛は嬉しさのあまり声を立てて泣いたという。小松のおとどは金銭を99文王子の枕元に置いて心から祈った。天を父とし地を母と定めたまえ、ご長寿は不老長寿の千人のように保ちたまえ、御心には天照大神入らせたまえ。そして古式に従って桑の弓によもぎの矢をつがえ、天地四方いたのであった。苦行ぞろえ、目の戸には大納言時忠の奥方が選ばれた。これは後に卒の助と呼ばれた人である。法皇はやがて御所に官居になったが、清盛はあまりの嬉しさにお土産にと砂金1,000両、藤綿2,000両を進呈したのは今までに類のないことだけに、人々に異様な感じを与えたようである。今度の誤算にあたっては変わったことがいろいろあった。その第一は、何と言っても法皇が自ら祈祷者として祈られたことだったろう。王子の時は南、王女の時は北と決まっていたが、この時には間違って北に落としてしまい、慌てて落とし直すという珍事があった。悪い前兆でなければよいかと思った人もいたらしい。一番面白かったのは、清盛の日頃に似合わぬ慌て方であった。重盛は例によって少しも騒がないところは立派だったが、気の毒だったのは宗盛が奥方を難産で失い、職を一時辞めて引きこもってしまったことである。この奥方は最初王子の目の戸になる予定の人であっただけに、突然の逝去は惜しまれた。面白い話では、七人の陰陽師が呼ばれて先祖のお祓いをした際のことだったが、中に家紋の神時春という老人がいた。友も少なく
人の群をかき分けかき分け進むうちに、右の靴を踏み抜かれてしまった。慌ててまごまごしているうちに、冠までも落とされて、元取りがむき出しになってしまった。きちんと礼装をつけた老人が、冠を取られてまごついている格好は、どうにもおかしく、見ていた公卿天井人は、わーっと笑い出してしまった。とにかく今度のお産には、その他いろいろ不思議なこともあったが、その時は大して気にもならなかったことが、後から考えると、なるほどと思うことが多かった。公卿天井人は、続々とお産のお祝いに、清盛邸に集まり、その時、不産の人々も、後から漏れなく、お祝いに集ったようである。大唐建立、中宮御参の際、ご祈祷に精進した者たちには、上から下まで漏れなく恩賞があって、その労をねぎらった。中宮の体も、ようやく元通りになったので、中宮は再び、六波羅から内裏に帰られた。中宮に王子が生まれることは、中宮の入内当初からの清盛夫婦の夢であった。いつか王子が誕生し、御位にお付きになったその時は、外祖父、外祖母じゃ。どうか早く王子がお生まれにならんものかのう。この願いが叶って、めでたく男子出生したのも、日頃信心深い、厳島の賜物かもしれなかった。平家の厳島信仰の始まりは、清盛が秋の神時代に遡る。まだ鳥羽院の御時、荒野の大塔の修理を仰せつけられ、六年がかりでそれを完成した。清盛が大塔を拝み、奥の院に行くと、どこからともなく、眉の白い俗人離れのした老僧が現れ、しばらく話をするうちに、こんなことを言った。この山は、真言密教の聖地として、連綿と続いておる名山じゃが、秋の厳島、越前の慶の宮とともに、この山には、由緒のあるところじゃ、慶の宮は栄えているが、厳島は見る影もなく荒れ果てておる。次にはぜひ、総分して、厳島を修理されるがよい。すれば、あなたは天下に、肩を並ぶもののない身分になること間違いなしじゃ。そのまますたすた歩き出した老僧を、不思議なことを言う人かと思って、後をつけていくと、たちまち見えなくなってしまった。さては、弘法大師であったのか。いよいよ不思議な念にとらわれた清盛は、高野山の金堂に、曼荼羅を書いて送った。西曼荼羅は、浄明宝印という絵師に書かせたが、東曼荼羅は、自分で書き、何のつもりか、大日如来の宝冠は、自分の首の血で書いたと言われる。都に帰った清盛は、ことの次第を早速報告した。鳥羽院もひどく感動され、清盛の任期を延長して、厳島の修理に当たらせた。鳥居を建て替え、社を新築し、
180軒の回廊も作った。修理が済んで、清盛が厳島に参籠していると、ある晩、御宝殿の戸が開いて、美しい少年が現れ、大明神の使いで参ったものですが、この剣を持って、全国を治め、朝廷をお守りするようにとのお告げです。と、銀の昼巻きをした粉ぎなたを枕辺に置いて姿を消した。気がついてみるとそれは夢であったが、枕元を見ると確かにその粉ぎなたが置かれていた。その後、再び大明神のご託宣があり、いつぞや老僧を持って言わせたことを忘れるでないぞ。ただし、御身に悪行あらば、栄華は一代限り、というのであった。以来、厳島は、平家一門の守り神のようにされているのである。第五、白川院がまだご在位の時、関白、藤原諸実の娘、剣士の中宮をひどく寵愛されていた。金がね、このお腹に一人王子が欲しいと望んでいられたが、当時、その道では聞こえた、三井寺の雷郷あじゃりを呼び出した。剣士の中宮のお腹に、王子誕生を祈祷してくれまいか。願いのかなった暁には恩賞は望み次第じゃ。お安い御用でござります。雷郷は三井寺に帰ると百日の間心を込めて祈り続けた。やがて百日のうちに中宮御懐妊の兆候が現れ、正保元年12月、めでたく王子が誕生した。お上の喜びはことのほかで、早速雷郷を招いた。そなたのおかげで王子が生まれた。約束通り恩賞を取らそう。何なりとも望みのものを申せ。他に望みはございませんが、山門にある階段を三井寺にも建立することをお許しいただければ。何？階段と、それだけはもってのほかのことじゃ。皇位交換は、望みのまま取らそうと思っていたが、そのことばかりは許されぬ。王子ご誕生を願ったのも、やがて朕の後を継いで即位し、世の中が今まで通り平和に、という思惑からじゃ。それをそなたの言うように、三井寺に階段を建立いたさば、三門の怒りは火を見るより明らかである。やがては、両門の合戦に及び、世は騒然として、天台の仏法も滅びるようなことがあっては困るのじゃ。と言って、ついに許されなかった。雷郷は口をしがって、餓死をする覚悟で、三井寺で断食を始めた。これにはお上も驚かれて、かねて雷郷とは師弟関係を結んでいた王への正房を呼んで、雷郷を説得するように頼んだ。正房が雷郷の断食の場所に行ってみると、薄汚れた自仏堂の中から雷郷の院にこもった恐ろしい声が聞こえてきた。天使の言葉には戯れはないと聞いておった。ひとたび口に出した言葉は、二度と戻らぬことをご存知か？それほどの願いが叶えられないというのなら、わしの祈りも今では無駄じゃ。わしが祈って生まれ出た王子なら、もう一度連れ戻すのもわしの勝手。王子は頂戴して、私も魔道に行くつもりじゃから、
帰ってそのようにお伝え申せ、と言ったまま、とうとう会おうとしなかった。大郷は予定通り餓死したので、お上はどうなることかと気をもんでいるうちに、王子は病の床についてしまった。お祈りも様々にさせてみたが、いつでも王子の枕元に白髪の老人が尺状を持って佇んでいて、決して退散しない。そのうちにとうとう亡くなってしまった。お上の嘆きはまたひとしおであったから、今度は後に三門の座主になった両親宗図を呼び出した。せっかく授かった王子を来号のために失ってしまったが、何か良い思案はないか。そもそも三井寺にお頼みになったのがまずございました。はじめから三門にお頼みくだされば、こんなことにもなりませんでしたのに、霊勢院ご誕生の時も、三門の寺へ大僧正に、九条の上昇がお頼みなされた洗礼もございます。と言って、少々都帰り。最小の領国加瀬野省でしばらく休養していた成常はようやく体力も元通りになり、そろそろ気候も良くなってくるので都に帰ることを思い立った。治承三年正月下旬、肥前加瀬野省を出発した。早春とはいえ、まだ海は荒れ模様で、島伝い、裏伝いの航路を続けて、備前の小島に着いたのが、2月の10日頃であった。父成親のゆかりの場所、有木の別所は、ここからほど近い。今は遺跡となった家を訪ねてみると、障子や唐紙には、成親がつれづれのままに書き記した跡が残っていた。安元三年7月20日、出家。同26日、信年下校とあるところで、少々は初めて、源左衛門の丞信年がここを訪ねたことを知った。また、そばの壁には、三尊来光頼りあり、九品往生疑いなしとも書かれていて、今さらに父が最後の時まで権愚浄土の念を捨てなかったことも知った。これほどありありと当時を忍ばせてくれる形見があるであろうか。もし父上が書き置いてくださらなければ何もわからなかったかもしれない。ありし日がそのまま蘇ってくるような筆の跡を何度も何度も読み返しては、少々も安よりも涙を拭うのであった。成親の墓はおよそ墓というにはあまりにも貧弱な、ただ少しばかり土が盛られてあることでそれと知られるだけであった。少々は耐えられなくなって土の上に膝をつくと、まるで成親が傍らにいるでもするようなように話しかけるのであった。都を離れたところで帰らぬ人になってしまわれたことは、風の便りで聞きましたが、なんせ自由にならぬ島暮らし、すぐにでもおそばに急ぎはせ参じたいと思いつつ、とうとうここまで打ちすぎてしまいました。この度、どうにかこうにか生きながらえて、再び都の土を踏むことになった嬉しさは、格別でございますが、父上が生きておいでで、お目にかかれると思えばこそ、命を長らえていたわけでございますが、このようなおいたわしいお姿になってしまっては、私も、
都へ急ぎ登ろうという気もなくなってしまいました。それにしても、あまりに情けないことでございます。さめざめと涙を流し、いろいろに書きくどくのだが、苔の下からは答えるものもなく、松風の響きだけが、静かな山の空気を震わせるだけであった。その夜は、一晩中、墓の周りで念仏して、成親の霊を慰め、翌る朝からは、新しく土を盛り、柵を作り、前には狩り山で建てて、どうにか墓所らしい体裁を整えた。その中で7日7晩、念仏し、経を書き、満願の日には大きな外場を建て、過去少量、出離生事、正代母代と書き、年号月日の下には、孔子成常と署名した。年月は経っても忘れられぬものは、年頃、育ててくれた父母の恩であり、今さらに、夢、幻のごとく思い出され、尽きぬ恋しさばかりが残るのである。それにしても、これほどまでに父を思う少々の心が、亡き成親の霊に通じないはずはあるまい。まだまだ念仏をいたし、おそばにもおりたいのですが、都には母上をはじめ、待つ者も多くございますので、また、必ず参ることにいたします。と、そこにある人のごとくに暇を告げると、泣く泣く出立したのである。3月16日、少将は鳥羽に着いた。ここには、成親の山荘である須濱殿がある。かつて美しかった邸宅も、今は住む人もなく荒れるに任せていた。苔むした庭園は、人の訪れもないらしい。池のあたりを見回すと、折柄、春風に小波が立ち、紫煙白鸚が楽しげに飛び交っている。この景色が好きだった父。ああ、あの頃は、この開き戸をこういう風にお出入りになっていたっけ。あの木は確かお手図からお植えになったものだった。一つ一つの思い出があることないことぼーっと浮かんできて、少々のやるせない墓情を一層激しくかきたてるのであった。庭のそこここには、まだ春の花が乱れ咲いていた。主人の留守の間にも、花だけは春を忘れず咲き誇っていたのであろう。ふと、少々は知らず知らずのうちに、古いシイカを口ずさんでいた。通り物言わず、春、幾ばく隠れぬる縁か後なし昔誰か住んじふるさとの花の物言うよなりせばいかに昔のことをとわましいつまでも名残つきぬ荒れた屋敷にいつか月が昇ってきていた荒れ果てた軒の間から月の光は至るところに差し込んでくるのである。離れがたい思いが少々の心を捉えるのであった。しかし、都では迎えの乗り物を持って待ちわびている家族たちがあった。少々は名残惜しさに泣く泣く須濱殿を出て都に向かった。
都が近づくにつれて、さすがに喜びは隠せなかった。と同時に、安頼との別れも近づいている。安頼にも、迎えの乗り物が来ているのに、安頼は、少々の車からなかなか降りようとしなかった。七条河原まで来ても、まだついてきた。花の下で遊んだ半日の客、月夜の宴で一夜を語った友、雨宿りに立ち寄った木の下の友、そんな短い友情でさえ、別れる時は何かと名残惜しいものなのに、安頼と少々は二年間、それも荒れ果てた孤島で、嬉しいにつけ、悲しいにつけ、同じ在庫を背負って暮らした仲間である。別れがたいのも最もな話だった。少々は、舅最小の屋敷に入った。少々の母は、昨日から最小邸で帰りを待っていたのである。命があったればこそ、と言いもたまらず、嬉し泣きに泣き伏してしまった。少々の北の方、目のとの六条の喜びようも、一通りではなかった。六条は積もる思いに、黒髪もすっかり白くなっていたし、かつてはあでやかな美貌を見せていた北の方は、やつれ果てて、この人があの人か、と思えないほどの変わり方であった。少々が都を去るときは、三歳の幼児だった息子が、すっかり大きくなって、今は、きちんと髪まで結っている。そのそばに、三歳ばかりの童子がいるのに目を留めた少々が、けげんな顔をして、あれは、と尋ねた。すぐさま六条が、あの方こそ、ご下校の時、と言ったまま、袖に顔を押し当てて後が続かない。少々もしばらく気がついて、あの時腹にいた。そういえば奥がひどく苦しげで気がかりであった。と言ってやっと思い出した。よくぞ丈夫で大きくなったものじゃのう。とまた、ひとしおを考え深げであった。少々は再び院に仕え、最小の中将に登った。安頼は東山宗麟寺の山荘で世を捨てた生活を送りながら放物集を書いた。ふるさとの軒の板間に苔むして思いしほどは盛らぬ月かな。都に帰ってからの安頼の所感である。ありよう、たった一人、機械島に取り残された瞬間が、幼い頃から可愛がって使っていたありようという少年があった。機械島の流人が大社になって、都入りをするという話を伝え聞いたありようは、喜び勇んで、鳥羽まで出迎えに行った。どんなにおやつれになってお帰りだろう。ずいぶん辛いことだったろうな。あれこれ考えているうちに、機械ヶ島の流人らしい一行が到着した。見送り人のごった返す中、ありようは、瞬間の姿を探し求めたが、それらしい人の姿は見当たらなかった。ありようは次第に、不安と焦燥を覚えながら、そんなはずはない。そんなバカなことはない、と自分に言い聞かせながら、一人一人の顔を覗き込むようにして探した。ありようは次第に不安と焦燥を覚えながらも、そんなはずはない、そんなバカなことはない、と自分に言い聞かせながら、
一人一人の顔を覗き込むようにして探した。何度探しても結局は無駄であった。瞬間らしい人の影は見えないのである。もし、ちょっとお尋ねいたします。思い切ってありようは、人に尋ねてみようと決心した。今日のご大社のあった、機械ヶ島の流人のうちの一人、瞬間宗図のご消息をご存知でありませぬか。年端の行かない少年に声をかけられて、ちょっと迷惑そうな様子を見せた者も、そのひたむきな眼差しを見て、驚いたらしい。あの方はな、まだ罪が許されずに、島に残されたという話じゃよ。それは、まことのことでございますか？お前様には気の毒なようだが、本当のことらしい。係の役人も、そう言っておったようでの。ありようはすっかりがっかりして、疲れた足を引きずって京に戻ってきた。それから、ありようの六腹通いが始まった。もしや、御赦免のお沙汰でもないかと、六腹の屋敷あたりをうろうろしたり、人の話に聞き耳を立てたりした。しかし、一向に赦免の様子もなく、日が過ぎていった。ある日、ありようは決心した。このままべんべんと、六腹の許しを待っていたのでは、いつになるかわからない。一つ、自分が訪ねて行ってみよう。思い立つとありようはすぐに、瞬間の娘が一人で、そっと隠れ忍んでいるところに行って、自分の決心を語った。この度のご大社には、なんとも残念なこと。宗図お一人お許しが出ず、その後もいろいろ調べてみましたが、当分ご赦免の様子もありませぬ。そうとなれば、私が何とかして、島に渡り、お行方をお尋ねして参りたいと思います。つきましては、姫君自らのお文を頂戴できれば、どんなにかお喜びになりますことか。姫の手紙をしっかり元結に隠し込んで、ありようは身軽な姿で都を後にした。両親にも知人にも、誰にも知らせず、こっそり出発したのである。4月の末であった。苦しい旅路を続けて、どうやら薩摩方に着き、薩摩から機械ヶ島へ渡る商人の船着き場で、この土地に見慣れぬありようの風体を怪しむ者がいて、着ているものを剥ぎ取られて調べられたが、元結の中に隠した姫の手紙は、うまい具合に見つからなかったので、どうやら事なきを得たのであった。幾多の危機を犯して、目指す機械ヶ島へ着いたとき、ありようは、聞き死に勝る、荒涼たる風景に驚かされた。田もなかった、畑もなかった。もちろん村とか、里とかといったものも見当たらず、たまに通りかかる島の人は、これまた今まで聞いたことのない言葉で物を言い、何を尋ねても話が通じないのである。もしや、この辺りに都から流された法性寺の修行、瞬間宗図のお行方、ご存知ありませぬか？法性寺だの、執行だのと言っても、馬の耳に念仏で、ポカンとして、みんなありようを見ていた。島の人の一人が、それでも話が分かったらしい。さーてね、そんな人は三人いたようだがな。何でも二人は
都へ帰って、残った人は一人でプラプラしていたようだったが、この頃は見えねえようだな、とそれだけ教えてくれた。今はありようが独力で探す以外に方法はなかった。ありようは山から山、峰から峰へと渡り歩き、終日瞬間の姿を尋ね求めた。しかし影すらも見当たらない。再び浜辺に戻ってきたありようは、しばし呆然と沖の方を眺めてはため息をついた。ここまで訪ねてきて、会わずに帰るのは何としても残念であった。たとえ今はこの世の人でなかろうとも、ありようは一目、瞬間の姿を見たいと思ったのだ。人の姿も恐れずに、砂浜に遊び戯れる、カモメや沖の浜千鳥でもいいから、瞬間の行方を知らせてはくれまいか。ありようはつくづくそう思ったのである。ある朝であった。ありようは来る日も来る日も、まだ諦めきれずに瞬間を求めて探し歩いていたのだが、磯のあたりをよろよろしながら歩いている、かげろうのように痩せ細った人影に出会った。頭の具合から見ると、昔は坊主だったのかもしれないが、髪の毛は伸び放題に伸び、木図だか、それとも、ゴミだかわけのわからぬものがいっぱいついている。着ているものといったら、絹か布かの区別どころか、よう身をまとっているという感じで、骨と皮ばかりのたるんだ肉体が、ところどころから覗いている。片手にはアラメを、片手には魚を下げて、歩いているとはとても見えない。よろよろと地上を這うようにしてやってくるのである。都でひどい乞食はいろいろ見たことがあるが、こんなにひどいのは初めてじゃ。まさかガキどへ迷ってきたわけでもないのに。ありようはその乞食をやり過ごそうとしてふと思い直した。こんなものでももしかしてお州の行方を知っているということもあるからな。ありようは乞食に近づくと、陰銀に声をかけた。ちょっとお尋ねしたいのですが。何事？もしや都から流されてきた、発祥寺執行、瞬間僧図のお行方をご存知ありますまいか？聞きもやらず、乞食はまじまじとありようの顔を見つめた。俺じゃ、瞬間は。途端に彼は、手に持っていたものを投げ捨てると、その場に倒れ伏してしまった。さすがにありようも唖然として、言葉が出なかったが、すぐさま抱き起こすと、膝の上に抱きかかえて、むせび泣きながらかきくどいた。ありようでございます。ありようが来たのです。はるばる苦しい旅を続けながら、あなた様に会いたいばかりにやってきたというのに、どうか、お気を確かにしてください。このありようを見てください。しばらくして、次第に正気を取り戻した瞬間は、もう一度、ありようの顔を食い入るように見るのだった。本当だろうか。本当にお前が来てくれたのだろうか。毎日毎夜、都のことばかり思い詰めていて、今では恋しいものの面影が、夢かうつつか、わからなくなってしまったのだよ。お前の来たのは夢ではないのか。
本当にお前が来たのか。夢であったら、覚めた後がどんなに辛いことか。宗主様、これは本当でございますよ。決して夢ではありませぬ。それにしてもようこうやって、生きながらえておいでになりました。まったくそうなんだ。お前の言う通りだが、恥ずかしい話、わしは、少々が島を去るとき、よしなに取り計らうから待て、と言った言葉が忘れられなかったのじゃよ。愚かなものでのう、その一言に、もしやと頼みの綱をかけ、一日一日を生き延びていたのじゃ。なんせここは食い物のないところで、わしは丈夫な檻は山に登って、異様とやらを取り、商人の船の来るたびに食べ物と変えてもらっていたが、体が弱ってからは網人や釣り人に手をすり合わせて魚を恵んでもらい、時には貝を拾い、アラメを取って命をつないでいたのじゃよ。それにしてもここでは落ち着いて話もできん。まあ家に参ろう。家？ありようは思わず聞き返しそうになるところをごくりと唾を飲み込んだ。このありさまで家を持っているというのがどうしても信じられなかったのである。しかしやがて松林の中に案内されて家の前に立った時はあまりのみすぼらしさに胸がいっぱいになってしまった。家とは名ばかりの竹を柱とし、足を横木に渡し、床と屋根を松葉で覆った、それだけの住居であった。これでは雨や風は吹き放題、盛り放題、どうやって雨風をしのいでいるのかと思われた。それにしても、かつては、法性寺の事務職で、84箇所の荘園を管理し、400〜500人の家来に取り囲まれて、気ままな生活を楽しんでいた人の慣れの果てにしては、あまりにも惨めであった。しかし、瞬間もしばらく、ありようの来訪を現実のことと分かって、少しずつ話を始めた。去年少々や安寄入道に迎えの来た時にも、わしのところには頼りが一本もなかった。今、お前がこうやって訪ねてきてくれたのに、誰からもことづてがないのか？ありようの顔が次第に曇って、みるみるうちに涙が一筋、二筋と、頬を伝わって流れ落ちてきたが、とうとううつ伏せになったまま、泣き伏してしまった。瞬間は安全たる面持ちでありようを眺めていた。一言も聞かぬ先から、彼はすでに何事があったかを知ってしまったのである。ありようはしばらくして涙を抑えながら、途切れがちに話を始めた。あなた様が西八条にお召し取られてあと、それは恐ろしゅうございました。すぐに追っ手の役人どもが参り、ご家来の方々はほとんど捕らわれ、いろいろに責めさいなまれ、尋問され、最後には一人残らず皆殺しでした。奥方様は若君様とこっそり鞍馬の山奥に忍んでいられましたが、お尋ねするものもなく、私が時折様子を伺いに参上いたしますと、いつでもお話は聞
吹替ヶ島のあなた様のことばかりで、とりわけ若君様にはありようよ、吹替ヶ島に連れて行け連れて行けとおせがみになり、その度に奥方様と私どうやってお慰めしてよいやら途方に暮れるのでございましたが、去る2月放送が重くなられたままお亡くなりになってしまわれました。奥方様はあれやこれやとあまりにお嘆きが多く、男に伏す日も多くなり、とうとう若君様より一月遅れて、語るありようも今は涙を拭おうともしなかった。瞬間はじっとうなだれたまま時々肩を震わせている。姫御前お一人はご創建にて奈良の叔母上様のもとにおいでで、この度もお文をいただいてまいりました。ありようが元結から取り出した文を瞬間は大切そうにひもどいて、むさぼるように瞳を凝らした。三人流されたうちのお二人はお戻りになったというのに、なぜお父上はお帰りにならないのでしょう。私が女の身でなかったらとっくに父上のおられる島に参りますのに、どうぞありようをお供に一日も早くお帰りください。まだ幼い筆跡の中に込められた癌が痛々しかった。ありよう、どうじゃこの文の子供っぽいこと、お前を共に早く帰ってこいと言いよるわい。わしの自由になる身ならば、何もわざわざこんな島に三年も暮らしはせぬ。今年は確か十二になるはずだと思うが、こんな聞き分けがなくては行く末が案じられるのう。これで人の妻になり宮遣いもできるのであろうか。こんな逆境にあってもやはり人の子の親である、娘の身を気遣う親心の悲しさである。この島に流されて暦もないまま、自然の移り変わりを数えて水戸の月日を数えてきたが、今年六歳になったと思っていた幼いせがれが、わしが家を出るとき一緒に行くと言って聞かないのを、なんとかうまく騙して出てきてしまったのがついこの間のことのようだ。その子ももういないのか。まったく人目にも恥ずかしい暮らしをしてまで生きながらえてきたのも、ただ一目恋しい者たちに会いたかったまでのこと。この世にいないと聞けばもうわしにも未練はなくなったよ。姫一人は心配だが、この子も生きている身ならば嘆きながらでも暮らしていくことだろう。この上おめおめつらい目を見ながら生きてお前にまで浮き目を見せるのもつらいことじゃ。瞬間はそれ以来、それまでも少々しか取らなかった食事をぱったりやめてしまった。毎日念仏だけを唱えながら、やがてありようが島に来てから23日目、37歳で世を去った。ありようは死骸に取りすがって嘆き悲しんだが、ごせのお供もいたしたいのですが、姫君のことも気にかかりますし、ごせを弔う人もござりませんから、しばらく生きてご菩提を弔いましょう。と、いおりを焼いて、泣き殻をだびに伏し、遺骨を拾って箱に収め、それを首からかけると、再び商人の船に乗って都に帰ってきた。早速姫君のところへ行き、はじめからのことをこまごまと話した。あなた様のお文は繰り返し繰り返し読んでは涙を流しておられ、一層恋しい思いを募らせていられたようで、お返事もどんなにかお書きになりたかったことと思いますが、綴りも紙もないところでは
どうにもならなかったのですよ。たとえ幾度生まれ変わっても、もう二度とお父上のお姿を見、お声も聞くこともできなくなってしまったのです。姫君はありようの話に、ただもう泣き伏して声を立てて泣くのであった。姫はそのまま12歳という幼い年で尼になり、奈良の法華寺で念仏三昧の日を送って暮らした。ありようは俊寛の骨を荒野の奥の院に納めた後、出家し主人の菩提を弔うため全国修行の旅に登った。辻風、治承3年5月12日の正午、京都につむじ風が起こった。東北の方から西南の方角に吹いて、屋根や門は4、5丁から10丁も吹き飛ばされ、桁、投げ石、柱は辺りに飛び散った。家屋の損失ばかりか、人畜にも多数被害があり、まさに地獄のつむじ風であった。これはただごとでないと早速占いを立てたところ、皇位の大臣に災難あり、ひいては天下の大ごととなり、平乱巷に起こるであろうというご託宣であった。石門堂。その頃ちょうど熊野に参詣した重盛は一晩中何かを祈願していた。日頃から平家の行く末に暗い予感を感じている重盛にとって、それは一心をかけた重大な祈りであった。父の清盛入道は何かと悪逆無道を働き、法皇の心を悩まし、息子としては精一杯還元いたしておりますが、我が身が至らぬため思うように参りません。この様子では、父清盛一代の栄華さえ案じられる状態でございます。ましてや、子孫が相次いで繁栄などは、もってのほかかとも思われます。ここに至って、私の思いますには、生地行為交換に劣せられ、世の不珍をなめるよりは名誉を捨て、官を退き、この世の栄誉を捨てて来世の極楽往生を願った方がどんなに良いかとも思うのですが、凡夫の悲しさなかなか実行できません。願わくば南無権現金剛童子、清盛入道の悪心を和らげ、子孫繁栄、朝廷にお仕えして、いついつまでも天下に平和をもたらしめてください。もしまたそれが叶えられず、清盛入道一代の栄華に終わるならば、この重盛の命をお取り上げになって、来世の九輪をお助けください。重盛が一心に祈っている最中、灯籠の火のようなものが重盛の身から発したかと思うと、パッと消え失せた。見ていた者は多かったが、気味の悪さに誰も口には出さなかった。
参詣の帰りに岩田川を渡った時、着子これ盛りはじめ金立ちが折柄、夏のことで暑い盛りでもあったので、涼みがてら水浴びなどをした。彼らは一様に上衣の下に薄紫色の衣をつけていたが、水に濡れてちょうど喪服の色に見えた。筑後の神貞義がこれを見て、なんでまた喪服めいた上衣などをお召しなのですか？縁起でもない。お召し替えなされませ、と言うと、重盛が軽く制して、私の願いが聞き届けられたのだろう、着替えるには及ばぬ、と言って、熊野のお礼の奉兵士を送った。人々は何のことかよくわからずに、おかしなことだと思っていた。熊野から帰ると間もなく、重盛は病の床につく身となった。元より覚悟の前であるから、領事もされず、祈祷も許さなかった。その頃、宋から名医と言われる医師がやってきて、京都に滞在していた。福原にいた清盛は、使者を使わして、この名医の診察を受けるようにと勧めさせた。重盛は、使いの越中の神森俊を病室に招き、布団の上に置き直って、わざわざ医療のために、お使いありがたく思っておりますとお伝えしておくれ。それからもう一つ言うことがある。それは醍醐天皇のことだ。醍醐天皇は、あれほどの賢い方であったけれども、異国の人相見を、都にお引き入れになったのは、大変なお心得違いだったと言われている。まして、重盛ごとき凡人が異国の医師を自分の屋敷のうちに入れることは一門の恥ではなかろうか。菅の酵素が淮南の芸婦を打ったとき、流れ屋で傷を受けた妃吕太后が領医を迎えて診察させると、医師は50金の金を下されば癒してみせますと言った。そのとき酵素は何と言ったか。戦場で傷を受けるのは命運の尽きたる印じゃ。命はすなわち天にあり、いかな名医でも治療はできぬと言って、金を惜しむように受け取られては残念じゃ、と言って、金50金を医師に与えて診療を断った。この話は未だに私の耳に残り、肝に銘じている。重盛も、天運の力で好意交換に列しておる。もし私の運命尽きずば、領事を加えずとも助かることは確実である。他の釈迦仏さえ罰大河のあたりで入滅したのも、これすべて定められた命運が医療ではどうにもならぬことを身をもって示されたのだ。もしどんな病でも治るものならば、かの名医、義馬がついていて、なぜ、釈尊が入滅することがあったろう。また、宋国の医師によって、命が流れたとあっては、我が国医術の面目も丸つぶれになるし、効き目がなければ、あっても意味はないであろう。さらに、我が国の大臣の一人として異国の客人に診療を請うとは国の恥でもある。この重盛、死んでも国の恥を思う心は失わないつもりであると父上にお伝えしておくれ。盛俊は
清盛に事の次第を言上した。すると清盛も重盛の志には感じ入ったらしく、これほどに国の恥を思う大臣は未だ前例を知らぬの。まして松瀬松代にあるべきはずはなし。この日本には不相応な立派な大臣じゃから、今度はきっと死なれるに違いないと言って急ぎ都に登った。重盛は7月28日出家した。法名は常蓮。やがて8月1日ついに富貴の客となった。享年43歳。まだまだ働き盛りの年頃である。入道宗国が無茶なことをしても、この人のおかげでなんとか無事に収まってきたのに、これから先はどうなることやら。今日の人たちはみんなひそひそとつぶやきあったという。都の上も下も一様に重盛の逝去を悲しんでいる中で、一人北総園でいたのは先の右大将宗盛の身内の人たちである。いよいようちの殿様の天下じゃと、彼らは内心の喜びを隠せなかった。無門の太刀、重盛は未来を予見する不思議な能力を持っていた。これは生前の話であるが、ある夜重盛は夢を見た。場所ははっきりとはわからないが、どこかの浜辺を歩いていると、道の傍らに大きな鳥居がある。これはどこの鳥居だろうかと道行く人に聞いてみると、春日大明神の鳥居ですと答えた。鳥居の周辺には何やら人が集まって騒いでいる。よく見るとその中に坊主頭の首を高々と差し上げている男がいた。あの首は誰なのかと言って尋ねると、これは平家の清盛公の首じゃ。あまりにも悪行が過ぎ、当社の大明神によって召し取られたのじゃと答える者があった。その声に重盛がはっと思った時、目が覚めたのである。しかし考えれば考えるほど、近頃の平家一門の思い上がりぶりが気になってなかなか寝つかれない。そこへほとほとと忍びやかに戸を叩く者があった。こんな夜更けに一体誰が来たのかと思って尋ねると、それは瀬能太郎兼康であった。今自分何の用で。さればただいま不思議な夢を見たもので、どうにも夜の明けるまで待っていられず、深夜と知りつつ参上つかまつりました。何とぞお人払いを。兼康の真剣な顔つきから何事かを感じ取った重盛は、人払いをしてから彼が見た夢の話を残らず聞いた。それが驚いたことには、重盛が見た夢と寸分も違わぬものであった。重盛は今さらに平家の行く末に思いを馳せて深いため息をついたのである。翌朝、重盛が院の御所へ出勤する維盛を呼び寄せると、親の欲目ということがあるが、そなたは我が息子の中でもとりわけ出来の良い子じゃ。ゆくゆく人に抜きんでて出世もいたすであろう。しかし
近頃の世の中の様子では、この先どんなことがあるかもわからぬの。そなたも苦労するであろう。こら、誰かおらぬか。定義はいないか。少々に酒を。と言って酒が運ばれてくると、重盛が三度受け、続いて少々も三度飲み交わそうとしたとき、重盛が、少々への引き出物をこれへ、と言った。重盛の言葉に、定義がつと立って、錦の袋に包んだ太刀を捧げ持ってきた。これ盛は、すぐにそれが、家の宝刀と言われる、小ガラスという太刀であることを知って、内心喜びを抑えきれず、膝を乗り出して押しいただくと、さっと袋から取り出した。途端に、これ盛の顔色が変わって青白くなった。これ盛は、定義の方を尋問するように睨みつけた。それは、小ガラスどころか、大人葬の時に使われる、無門の太刀であったからである。重盛は、これ盛の生きり立つのを片手で制しながら、静かな口調で言った。そんなに怒るものではない。それは、定義が悪いのではない。この私の心遣いなのじゃ。そなたも一目でお分かりのはずじゃが、これは大人葬の時に用いる無門の太刀じゃ。清盛公に万日のことがあったら、この重盛が着用に及ぶつもりで持っていたものじゃ。今、入道殿に先立つ身の私としては、不必要な品。これをそなたに譲ろうと思うのじゃよ。人生の宿命を感じ取った、父重盛の言葉に、これ盛は返す言葉もなく涙ぐんでいた。このことがあってから、熊の詣があり、重盛は、間もなく帰らぬ人となったのである。生前から来世の幸不幸を案じていた重盛は、東山の峰に四十八軒の庄舎を建て、一軒に一つずつ灯籠を置き、毎月十四日と十五日には要望の優れた若い女房を集め、一軒に六人ずつ、四十八軒に288人を集めて念仏を唱えさせた。十五日の日中を満願とし、大念仏を行い、重盛自らもその列に加わって、極楽往生を願うのであった。重盛を、灯籠大臣というのも、ここから来ている。金渡し。安元の頃、重盛は九州から妙殿という船頭を呼び寄せ、人払いして親しく目通りをしたことがある。お前の正直を信頼して頼みがある。ここに大枚3500両の金がある。500両はそなたのお使いに対するほんの志じゃ。あとの3000両を持って宋へ渡り、1000両は
育王山の僧に寄付し、2000両を僧の皇帝にお渡しして、この重盛の御勢を弔ってもらうようお頼みしてきてくれ。妙殿は忠実に重盛の言葉を守り、僧に渡ると育王山の法上、仏性善寺特攻に会い、重盛の言葉を伝えた。善寺は、はるばる万里の波頭を越えてやってきた、奇特な信仰心に感激し、2000両を皇帝に賜り、ことの司祭を奏上すると、皇帝も喜んで、500丁の電池を育王山に寄進した。今日でも、育王山では未だに、日本の大臣、平の重盛の御勢を弔っているという。重盛に先立たれて以来、清盛は福原の別邸に引きこもったまま世間に姿を見せなかった。何かというと、清盛の行動を邪魔立てするうるさい重盛であったが、心の底から清盛のことを親身に考えている息子であった重盛が、遠く帰らぬ人となってみると、清盛には彼の偉さ、立派さがつくづくわかるように思われてならぬのである。己とはまるで異質の息子であり、考え方も随分違っていた。しかし、親と子の間をつなぐ絆だけはしっかりと結びついている。人の死など何とも思わない清盛が、重盛の死だけはよっぽど身に応えたものらしかった。11月7日の夜、地震があった。不気味な地鳴りが鳴り止まず、人々は恐ろしさに身の縮む思いであった。恩用師、安倍安親が代理に駆けつけて、この度の地震は天下に大事の発生する前兆で、それも年内かこの月のうち、またもしくは今日のうちという切迫した事態でございますと言上した。代理中はこの予言に色を失い、慌てふためいていた。若い天上人の中には、何をあのヘボ占い師めが人を騒がせおって、などと嘲笑う者も多かった。安倍安親は恩養子として名声を博した生命の子孫で、その予言の的確なことでは定評のある人だったから、彼の言うことに間違いがあるはずはなかった。続いて14日、清盛入道が数千騎を率いて朝廷に攻め寄せてくるそうじゃという流言が京の町に広がっていった。まことしやかなこの噂の出どころははっきりしなかったが、人心の動揺は著しいものがあった。関白元房も日頃平家には弱みがある身なので、この噂に怯えた一人である。彼は早速参大して、この度清盛入道上洛の一件は、この元房を滅す計画のようでございます。どんな目に遭いますことやら、お上のお身の上も気がかりになって駆けつけてまいりました。お上もこの元房の僧正には驚かれたらしい。そなたがひどい目に遭うのは、結局、朕の身を痛めつけることと同じじゃ。
はてさてどうしたものかのう、とハラハラと涙を流されたのであった。法皇にもこの清盛反乱の噂は耳に入っていた。嘘にせよまことにせよ、現在の情勢で清盛と対等にものが言えるのは法皇一人ぐらいなものだったのである。法皇は側近の条件方位を使者にし、法皇の言葉を清盛に伝えさせた。最近の内外の情勢は未だ予断を許さず、人心の不安はいよいよ拡大する傾向にある。朝廷では世間の成り行きすべてにおいていろいろと心を悩ましているが、何くれと頼りにもし力と頼んでいるのはその方一人である。それが近頃は天下の平和を心がけるどころか、朝廷に向かって弓を引くという噂さえあるのは一体何事であろうか。清盛はしかし使いの条件方位を朝から夕方まで待たせっぱなしで会おうともしないので、しびれを切らした方位は使いの趣を現太夫末貞に言い置いていとまごいをして帰ろうとした。すると法院を呼べという清盛の声がかかったのである。清盛は法院を前に置いてたけだけしい声で言うのであった。法院御坊、わしの言い分も聞いてくれ。重盛の見まかったことぐらいわしの心に打撃を与えたものは未だかつてなかったくらいだ。そなたもこの清盛の心持ちを察してくれるであろう。保元平治の乱と打ち続いた天下の乱れが収まったのも、実は重盛の影の力がものを言ったからだ。わしの働きなど問題にはならぬ。とにかく朝廷の工事百般、もろもろの政治のことにこれほど誠を尽くし勤め励んだものがあろうか。親の欲目にしても重盛ほどの人材がざらにいようとは思われぬ。昔から謙信の死には君主が礼を尽くして生去を悲しみ嘆いたものじゃ。しかるに法皇が四十九日も済まぬうちに八幡へ行幸行遊遊ばされたのは、ひとえにこの清盛、重盛親子を煙たく思われている証拠であろう。さらにもう一つ、重盛亡き後も永久に子孫代々変わらずというお約束で下された越前の国を重盛の死後すぐお取り上げになったのは、こちらに不都合があったというおつもりであろうか。さらにもう一つ、中納言欠員の際、摂政元真の子息元道公をお家柄といい才能といい申し分ない方と思い、この清盛があえてご推薦申し上げたのにお取り上げにならず、どう見ても不適格と思われる関白の子息を中納言にされたのは道理にかなったこととは思われぬぞ。それから最後に一つ、そこで清盛は一段と声を張り上げてじろりと法院をにらみつけた。例の獅子谷の陰謀は何と申し開きなされる。あれは単なる私事の謀反ではない。法皇が一枚加わっておられることは
もうとっくに調査済みじゃ。それほどまでに忌み嫌われ憎まれて、死死孫孫まで朝廷に召し使われるのもおぼつかなく、余命幾ばくもないこの清盛が、今また片腕と頼んだ息子を失い、この浮世にもほとほと嫌気がさしてきた。今まではいろいろ遠慮もいたし、気も使ってきたけれど、これからは自分の勝手にしたいと思った次第じゃ。時にはカッと腹立たしげに顔を紅潮させ、時にはまたほろほろと涙を流して、かきくどく清盛を見ていると、包院は恐ろしさと同時に哀れさを覚えるのである。条件は獅子ヶ谷の会合にも法皇のお供でしばしば出席していたことでもあり、今また目の前でそのことを言われたときは、さすがに首筋がひやりとするほどの恐ろしさを感じ、このままあの事件の片割れとして縄を打たれでもするのではないかとさえ思ったが、もとより豪気な気性の法院は気を持ち直して清盛に言った。お言葉よくわかりました。しかしあなた様の功労の大なることは、法皇も常にお認めになっておられるところです。しかし獅子ヶ谷の陰謀に法皇が加担しておられるとは、全くそらぞらしい残言でしょう。精進の言葉を鵜呑みにして法皇のお心に背くことは、進化の道に外れたことと思いまする。およそ天空は青々として果てしなく計りがたいもの、君の心もそのように、我々下々には計り知れないこともござります。あなたもこの度のお腹立ちはもっともなことながら、よくよく考えられた方がお身のためでございます。とにかくあなた様のお言葉は残らず法皇にしかとご報告いたします。おもねることなく、悪びれることなく、天下の勢力者清盛の面前で堂々と意見を開陳した法院の勇気は、後々までも称賛の的になった。大臣流罪。法院からの話を聞かれた法皇は、もうそれ以上は何事もおっしゃらなかった。清盛の話をもっともだと思われたのではなく、言っても無駄だと諦めてしまわれたものらしい。16日になって、突然、関白元房はじめ、43人の公卿殿上人に、追放の命令が下った。これは、かねがね、清盛が考えてもいたことで、世間では当然予測されていたのだが、さすがに実際の命令が下ってみると、いささか無理押しの感じは免れなかった。関白元房は、鳥羽古川のあたりで髪を下ろして出家した。こういう世の中では、こんな目に遭うのも仕方ないことじゃ。潔い諦めの言葉にも、どこか割り切れない寂しさが残っていた。年はまだ35の男盛り。霊地に長け、公平なものの見方で、政治に臨んできた態度には、各界から幾同音の同情が寄せられた。元房の落ち着いた先は、備前の国、湯狭間であった。
元房の後任には清盛の婿にあたる二位の中将元道が破格の昇進で大中納言を差し置いて関白に任ぜられた。これまでにもそのようなことはままあったけれども、あまりにも情実の見えすぎた清盛独断の人事には人々は苦い顔をしていた。太政大臣諸長は尾張の国へ流罪と決まった。諸長は去る方言の乱にも土佐に流されており、その後流された四人兄弟のうちたった一人残って許されて帰郷したのである。それからあとは調子よく昇進を重ね、太政大臣の高位にまで上った人である。しいか還元いずれ劣らぬ風流人であったから、尾張の国に流されてももっぱら月を友とし、風に心を歌い琵琶を弾いたりしてはのどかな日々を楽しんでいた。ある時熱田明神に参詣し熱心に琵琶を奏でた。元より風流の道など点でわからぬ村人たちはこの都落ちの奇人見たさに大勢集まってきたが、いつかその絶えなる調べに知らず知らず耳を傾けているのであった。名人の弾くことには魚も踊り上がり、歌人の歌うを聞けば塵さえも動くと言われるが、諸長の弾く琵琶にはまさにそのように天地大自然をも動かすほどの響きがこもっているのであった。次第に夜も更けゆく中で琵琶の音はますますさえ渡るばかりである。今はただ我を忘れて秘曲を弾き続ける楽人、石像のように押し黙ったまま指一つ動かすに聞き入る村人たち、この微妙な雰囲気はまさに絶妙と言いたいほどで、とうとうしまいには宝殿がぐらぐらと振動したと言われている。やっと我に帰った諸長は、平家のために流罪にならずばこの随調も見ることができなかったと感激の涙を漏らすのであった。都では面観される者も多く、主だった者では安土の大納言助方、子息右近衛の少将兼讃岐の神源助時、三義皇太后宮の権の大夫兼右兵衛の神藤原光義、大蔵卿右京の大夫兼伊予の神高階安常、九段殿左小弁兼中宮の権の大臣藤原の元親らが、それでそのうちでも安土の大納言は子息孫ともに都を追放の浮き目にあった。雪高の沙汰、関白元房の家来豪大夫判官東成という者がいた。日頃から平家には反感を抱いていたが、六原からの追っ手が迫ると聞き、息子豪左衛門の城家成と一緒に揃って家を出た。家を出てみたが、結局は行く目当てもなく頼る人もない二人は稲荷山に登って相談の結果、住み慣れた我が家で死のうと再び河原坂の宿所に取って返した。六原からは現大夫判官末貞
摂津藩願森住らが武装兵300騎を引き連れて押し寄せてきた。豪太夫は縁に立ちはだかると、群がる敵をはったと睨みつけ、おのおの方、この場の様子、徳と六原に報告いたせ、と言い放つと、矢庭に館に火を放ち、親子そろって、商用として腹かき切ったのであった。多くの犠牲者を出し、44人もの人々が、浮き目を見た今回の事件も、発端は、ごく些細な出来事で、関白になった、二位の中将元道と、先の関白元房の子諸家の、中納言争いが原因であった。元房が事件に関わりのあるのは当然として、他の人々は、全く無実な意味不明の面観であり、追放であった。一種の清盛の気まぐれがさせたいたずらにしても、これはあまりに性が悪すぎた。いよいよ仏情騒然となる世の中である。清盛入道の心は天魔に見入られたのだろう。これからどんなことが起こるのかのう。今日の上も下も恐れおののいているのである。ところで、先の左小便行高という男があった。故、中山の中納言秋時の長男で、二条院御財政の折には、それでも結構羽振りを利かしたものだったが、このところ14年ばかり、失業状態が続いて、生活は苦しい一方であった。この世間から、全く忘れられたかに見えた男のところに、ある日清盛から、用事があるからぜひ来るように、という使いがあった。行高の驚きは、むしろ恐怖に近かった。今まで清盛に呼び出された人のうち、無事で帰ってきたものはなかったのだから無理はない。しかし、彼は世間から遠ざかっていた14年間は、陰謀や、権力争いとはまるで無縁の生活をしていた。はてさてわからぬのう。このわしが14年間何もしなかったことは確かじゃが、ひょっとすると人の残言ということもあるのう。考えれば考えるほど突然の清盛の呼び出しは彼にとって謎である。北の方らもどんな目にお会いになりますことやら、と袖を押さえて、行くことを止める始末だった。しかし、清盛の呼び出しが、二度三度と重なってきては、断りきれなかった。行高は、やむなく決心すると、人から車を借りて、西八条に赴いた。不安な思いで、西八条の門をくぐった行高は、思いもかけず丁重な扱いを受け、待つ間もなく、清盛に直々の目通りを許された。お父気味には、清盛も、いろいろ大事、小事を相談いたしたものじゃったが、そなたのことも決して忘れていたわけでもなく、長年、官を離れていることも気になっておったが、法皇のご政務中は、なかなかそうもいかなかったのだ。しかし、今は遠慮は不要じゃ。明日からでも出仕してくだされい。官職のことは、追って手配しましょう。穏やかな顔に、微笑まで含んでそう言われたときは、一瞬自分の耳を疑った。まるで夢を見るような思いで、行高は、飛ぶようにして家に帰った。とても帰らぬと思っていた行高が、生きていたばかりか、嬉しい知らせを持って帰ってきたので、家中はただ、嬉し泣きに泣くばかりであった。続いて清盛は、現太夫末貞を使者として、以後支配する荘園を示させ、さらに、当座のまかないにと、馬100匹、金100両、米などを送り、
出資の支度にと牛車、牛飼い、増式まで整えて送った。この至れり尽くせりの恩典に、ゆきたかはただ呆然とするばかりである。夢ではないのか、夢ではないのか、彼は繰り返しつぶやいていた。翌日には五位の時中、元の詐称弁に復刊したのである。時にゆきたか、すでに51歳という年齢であった。流され治承3年11月20日清盛の軍勢は法皇の御所を取り囲んだ。平治の乱の時と同じように御所を焼き打ちするそうだという流言が広がって、御所の中は上を下への大騒ぎとなった。その混乱の最中に平宗盛が車を買って御所へやってきた。急いでお乗りください、お早く。単刀直入の宗盛の申し入れに法皇も驚かれた。一体何事が起こったのじゃ。わしに何か過失があったとでも言うのか。成親や俊寛のように恩国へ流すつもりなのだろう。わしが政務に口を出すのはまだ天皇が幼いからじゃ。それもいけないというのなら、以後政治には関わりは持たぬことにしよう。いや、そのことではないようでございます。とにかく世の中が一時落ち着くまででも鳥羽殿にお移りいただきたいという父の願いでして、それならばそなたがそのままぐぶしてまいれ。法皇の言葉に一瞬たじろいだが、それでも彼はぐぶしようとはしなかった。この様子を見た法皇は、改めて亡き重盛の忠誠を思い浮かべるのであった。やはり重盛とは格段に劣った兄弟じゃわい。千年もかような目に遭うところを、重盛の一心をとしての還元で、ことなく済んだものだが、今やいさめる者もいなくなれば清盛の勝手だからのう、とつぶやかれたのであった。法皇は車に乗られたが、お供とは名ばかりで、数人の北面の武士と金行という身分卑しい僧侶が一人、他には法皇の乳母の二度の一人であった。法皇を乗せた車が都王子を南に下っていくのを見た人々は、改めていくつかの地震の予言を思い出し、法皇の胸中を察して悲しさに顔を覆った。鳥羽殿に着くと、どうやって紛れ込んだものか、大膳の大夫信成が法皇の御前に志向した。この馴染み深い謙信の出現に法皇もひどく嬉しげに見えたが、そば近くに呼びつけると、何か今夜あたり殺されそうな気がしてならぬのじゃ。ついては行水などをして身を清めておきたいのだが、と言われた。ただでさえ今朝からの出来事で気の転倒していた信成だが、法皇の仰せをありがたく受けたまわると、早速その辺の垣根を壊して薪を作り、釜に水を汲み入れて即席の行水を作った。一方、法皇の近親の一人、例の条件法院は臆する色もなく
一人で西八条の屋敷に出かけ、法皇が鳥羽殿に行幸と伺いましたが、聞けば人一人御前にはおらぬとのこと、あまりのことと思います。私一人がおそばにいても別に差し障りがあろうとは思えませぬ。ぜひおそばに参りたいと思いますが、と言った。法院には金々交換を抱いていた清盛は、あなたなら謝ることもないわ、早く行きなさい、と異例のお供を許したので、法院は鳥羽殿に飛んで行った。法皇は目のとの二度の横に座らせて、お経を読んでおられたが、読みながらも止めどなく涙を流しておられる様子に、法院もついもらい泣きをしてしまった。二位の尼御前が、法院殿、法皇様には昨日の朝御所でお食事を召し上がってからは、夕べも今朝も召し上がらず、夜分もお休みにならず、これではお命に関わることゆえ心配いたしておりますのじゃ、と心細そうに言った。いやいや、平家も楽しみ栄えて24年、そろそろ限りの来る頃と思えます。まして天照大神聖八幡、ましてやご信仰厚い比叡山王七社が、おおおお見捨てになるようなことがござりましょうか。やがて俗心は水の泡のごとく消えうせ、再びご政務は法皇の御手に戻ること間違いなしと存じまする、と表に誠を表して慰める法院の言葉に、法皇の顔にもしばらくほっとした思いが立ち戻られた様子であった。お上は関白の流罪からこの方引き続いた多くの天上人の災難をひどく気に病んでおられたところへ、法皇が鳥羽殿にお移りになったと聞いて以来、食事もろくろく喉を通られず、病気と称されて神殿にこもる日が多かった。夜になると臨時のご神事と称し、清涼殿でひたすら法皇の無事を祈られるのであった。西南の離宮、その頃代理のお上から鳥羽殿にある法皇のもとに密かにお便りがあった。かような世になりましては、天皇の位にあっても何の意味がありましょうか。むしろ宇田法皇、火山法皇の礼にも習い、出家して山林流浪の行者にでもなろうかと思います。法皇はこれに対してすぐお返事をお使わしになった。あまりそのようにはお考えにならない方がよろしいでしょう。あなたがそうやって御位についていられるのも、私にとっては一つの頼みなので、おっしゃるように出家でもなさってしまわれたら、誰を頼りにしたらよいでしょうか。とにかくこの私が、どうにかなるのを見送ってからのことになすってください。お上は法皇の返書を顔に押し当てて涙ぐまれるのであった。ご信任厚い苦行天上人も、今は死んだり殺されたりして、古くからお仕えする人で残っているのは、最小入道なりより、民部教入道近則の二人という寂しさであったが、この二人も近頃の時世に嫌気がさし、
出家の決心を固め、近則は大原、成頼は荒野と、それぞれ分け入って、静かな度胸の日々を過ごす身となった。21日、天台座す各界発信王が座すを辞任。代わって、先の座す命運大僧正が座すになった。ようやく思い通りにことも運び、関白には娘婿が就任し、孝子の憂いなしと見た清盛は、政務はお上のよろしいようにと言って福原に引きこもってしまった。宗盛がこのことをお上に言上するために参内すると、お上は、法皇自らお譲り下されたものなら喜んで政務も見ようが、そうでもないものには関わりは持ちたくない、関白とお前とで好きなようにやるがよかろう、というそっけないご返事であった。西南の利休鳥羽殿に、冬も半ば近くお過ごしになった法皇の日常は、わびしいという一言に尽きるものがあった。雪の降り積もった庭には訪れる人もなく、水の張り詰めた池には鳥の羽ばたきも聞こえなかった。大寺の鐘の音を聞いていると、白楽天の詩にある居合寺の鐘を聞く思いがし、また西山の雪景色は香炉峰の眺めを思わせた。かつてはお耳に達したこともないような絹田の響き、道を行く人の足跡、車のきしりなど枕辺の近くに聞こえることもあり、雲井の上では及びもつかない下々の生活にも思いを馳せられることが多くなっていた。何かにつけて思い出すのは、盛んなりし頃のいろいろのお遊びごと、御参詣の行事、また恩賀の儀式の盛大な様など、ことごとに涙の種とならないものはなかった。そんな明け暮れのうちに、いつしか、治承3年も暮れて、新しい年がやってきた。